ペコです。ピンクラテ TB 始まるよ、イエーイ。はい、今回はペコの作り紹介第2弾をやっていきたいと思います。前紹介した時とは見てわかる通り作りを変えたので、また改めて紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、ではまずこちらの棚のコーナーから紹介していきます。こちらはダイソーの3段ケースに入ってるものなんですけど、ピンセットとか袋とか紙とかで最近工作にハマっているので、それがすぐできるようにセットになってて、こっちも同じです。これが姫香ちゃんに13歳の誕生日の時にもらったアロマディスペンサーアロマを嗅ぐやつの、この香りがお気に入りです。エッセンシャルオイルスイートオレンジ、これをたまに嗅いでいます。でここにはブロックメモが2つあって、テストの前とかにここに書いて机とかに貼って覚えられるので、おすすめです。これやってみてください。こっちは工作とかに使う時のハサミとかテープとか入ってます。でこの立てるやつで、最近シール集めにめちゃくちゃハマってて、このシール100均で買ったやつなんですけど、このお花が超可愛くてめっちゃお気に入りです。これであのお友達とかに手紙渡す時とか使えるので、ぜひ100均へ行ってみてください。そしてこちら、ここに写真を入れるやつなんですけど、2つ、何かおすすめの写真はありますか？入れたいんですけど何もなくて、だからなんかあればなと思います。これも立てるのがなくて、本とかが、本当は教科書とかテスト期間とか立てたらいいかなと思うんですけど、今はとりあえずこのディオールのリップの冊子を立ててます。でこれがクリップがあったので、それ可愛い入れ物に入れたらおしゃれかなと思って置いてます。さっきの机の下の棚に入れてるのが、これが全部教科書類で、ノートとかもここに全部入れています。でこの奥にあるのがバッグで、すぐシャッて取れるようにトートバッグとかを全部ここに入れています。下の段はこれがとても私のおすすめのシールです。コストコで結構前に買ったやつなんですけど、いっぱい種類があって、何個あるんだ、1、2、3、4、5、25個のステッカーがロールになって入ってるんですよ。種類が多すぎて使えないんですけど、なめらめがお気に入りです。でここにはバッグとかカチューシャとか帽子とか、ディズニーで使うカチューシャバッグとかなどなど入れています。こんな感じで私の机の紹介は終わります。前回と結構変わった部分とか、机自体が変わったんですけど、ぜひこのエコの机を参考にしていただけたら嬉しいなと思います。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。